待って、ああ待って。カメラちっちゃくなっちゃって。すげえ、カメラ。インスタ360からですね、今回このインスタ360GO2 っていうカメラがね、アクションカムが新しくリリースされまして、これくらい小さいカメラなんですけど、で今回はですね、これ僕1ヶ月ぐらいもうちょっと使わせてもらっていて、で特に先月なんかは長野県の白馬にスノーボード行ったりとか、あとは沖縄にホエールスイム行ったりとか、結構ねアクティビティ多かったんで、じゃあぜひレビューやらせてくださいということで、今回ねいろいろ使ってきました。で僕これのね1個前の初代のモデルは買ってなくて所有しないんですけど、その前のモデルから比べると大幅に内容がアップグレードされているみたいで、これが付属の充電バッテリーケースなんですけど、まあ、ここの中にこうやって入れて使うと連続録画時間がなんか150分ぐらいあるらしくて、で前のモデルはね30秒とかだったと思うので、まあその録画時間も150分撮ることはまずないと思うんですけど、まあ、それくらい長く撮れるようになったということと、こちらがピボットスタンド、ここマグネットになっているのでこういう風に取り付けて、であとここが結構360度自由に動く感じになっているので好きな角度で撮っていただいて、でここが外すと粘着シールになっているので、例えばサーフボード貼り付けたりとか、まあ、ヘルメットつけたりとか、まあ、いろいろできるようになっています。こちらがイージークリップっていう名前の付属品 でこっちも同じくマグネットになっているので、こういうふうに装着することができて、であとここクリップになっているので、まあ、いろんなところに挟んで取り付けることができるようになっています。でここの角度が結構調整できたりします。それでこちらがマグネットペンダントというものですね。で首からかけて、ね、服の中に入れてまあこれ実際ねこれ何回かこういう風にやって街中行ったんですけど、まあ、これかなり目立つんで、ね、でしかも録画開始するとここ LED が点滅するので、なんかねもうすごい目立つしね、なんかこうあなたウルトラマンの方ですかみたいになっちゃうんで、まあ、ちょっとこれ使う機会っていうのはね、なかなか見つけ、街中だと特に見つけづらいかなって思うんですけど、まあ、家の中とかでね、POV のスタイルでこういろいろ撮るときとかは結構便利かなって思いました。それでもちろんね、これ普通に撮るだけじゃなくて、で、モードを選ぶと、ハイパーラプスモードとか、あとタイムラプスも撮れますし、そう、あとタイムラプスはですね、この充電ケースに入れると、最長で110分ぐらいだったかなの長さを撮れるらしいので、でしかも
この充電ケースが三脚みたいになるので、まあ、このまま普通にこうやって設置したりもできるし、でこの充電ケースの下にですねネジ穴が切ってあるので、あの普通にこう三脚に設置して撮影をすることもできるようになっています。それでスローモーションも、フル HD で 120p で撮れるみたいなので、まあ、フル HD だったらね全然使える画質だと思うので、まあ、ちょっとね実際にはまだやってないので何とも言えないんですけど、まあ、そういう機能も一応ついております。そう、それでインスタ360 の、 この Go 2の公式のティーザー画像を見たときに、なんかちょっと貼っときますけど、あの食べ物と か、 なんか本の中の隙間とかをなんかこうスーってこうスライダーかなんかで引きで撮っていく映像っていうのがあったんですけど、まあ、確かになんか ああいう使い方もあるなと思って、まあ、ただねこうここら辺につけてブログ撮影だけじゃなくて、まあ、この厚み自体が2センチぐらいだと思うんですけど、このここの厚みがね、なのでこういろんなところにこう入っていける、でちっちゃいし、でしかも防水なので、そうこれね水深4メーターまで防水機能ついてるので、そうで沖縄でクジラと泳いだ時もあのこれ黒いやつに、黒いやつ名前なんだっけ、イージークリップにこうつけて、で胸のところにこうつけてやあの撮影してたんですけど、まあ、ちょっとね落ちたら嫌だなと思いつつそのまま使ったんですけど、まあ、落ちることはなかったです、まあ、このままね落ちてっちゃったらねこうそのまま海の底に沈んでっちゃうので、それは嫌だなと思いつつちょっと心配だったんですけど、まあ、海ね飛び込んだり泳いだりしても全然あの海の中にこう外れて落ちていくっていうことはなかったです、まあ、心配な人はねここ紐でキュッて縛れば落ちていくことはまずないと思うんで、そうで、あとスノーボード行った時とかもですね、これねすごいやっぱりちっちゃいので、スノーボード行った時は充電ケースで撮ったのかな、こういう感じで撮ったんですけど、転倒してもですね、まあ、僕はしないですけど転倒し大転倒してもね、これが外れてどっか行くってことはなかったので、まあ、よっぽどのことじゃない限り、まあ、マグネットだけで全然十分かなっていうふうに思いますね。まあ、カメラが外れてどっか行っちゃうということは、まあ、ほぼないと思ってもらっていいかと思います。あ、以上インスタ360 Go2 レビューでございました。バイ、はい。